はい、本日はですね、この夏買ってよかったものをアンケート調査してみたという動画になっております。ということでですね、まあ僕いつも毎月買ってよかったものシリーズっていうのを動画で出してるんですよ。月末にやったらね、8月だったら8月末、9月だったら9月末に、今日今月これ買ってよかったですわっていうのを言ってるんですけど、8月はねその動画ちょっと作れなかったっていうことでね、まあ視聴者の皆さんがこの夏に買ってよかったものなんですかと、僕ばっかりが買ってよかったものこれですわ言うんじゃなくて、あなた方のやつは何ですかっていうのを聞いたんですよね。で、アンケートを取らせてもらったということで、今回3500名ぐらいの方、いつもだいたい3500名ぐらいの方に、ね、お答えいただいて、みんな同じ人なんかなと思うぐらいね、ちゃんといつも答えていただいて本当にありがとうございますという感謝の気持ちはあるんですけれども、まあ、今回ね特に一番人気あったというか買ってよかったっていうシリーズで、まあ、多かった部門としてはやっぱショーツなんですね。トップスでもなしに、帽子でもなしに、まあ、小物でもなしにショーツ、パンツが一番人気あったということで、まあ、その次にねトップスが人気あったわけなんですが、今からねランキングをトップ7でご紹介していくんですけどもね、このトップ7全部僕持ってるやつなんですね。だからまあ僕の視聴者さんやからこの7つがランクインしたんかもしれへんし、単純にこのメンズのこの夏がこれだけ人気あったんかもしれへんし、そこはちょっとわからないんですけど、まあ、せっかくねお答えいただいたので、もう早速ランキングを発表していこうと思いますので、7位から順番に7、6、5、4、3、2、1っていう順番するんですけど、まあ、途中でちょっと番外編、これ票少なかったんですけど、これもちゃんと入ってましたと、すんませんと。例えばねコストコのパックティーって1票だけ入ってたんですけど、すんませんと、僕白 T のおすすめみたいなランキングの時にね、コストコのパックティーちょっとディスっちゃったんですけどもね、それがいいっていう方もいらっしゃるからね、ディスっちゃって申し訳ございませんと、本当にすんませんでしたと、だからちょっと多めに見てくださいと、まあ、これちょっと口滑らしていらんこと言う時あるんやけども、誰かを傷つけようと思ってるわけじゃないのでね、コストコ好きな方もいらっしゃらないなっていうのをこのアンケートを見てね真摯に受け止めたいなと思っておりましたので、まあランキングに行きたいなと思います。ではですね、この夏買ってよかったもの第7位というのはですね、パタゴニアの T シャツになってます。このパタゴニアの T シャツはね、まあ、毎年まあまあまあ人気あるというか、まあ皆さん結構着てはったりするじゃないですか。だからまあ定番じゃ定番やし、ちょっとアウトドアテイスト出したいとかね、グランピング行った時とかキャンプ行った時とかに着るとまた映えるんよと。まあもちろん街中で着ることもいいんやけども、少しやっぱ柄が入ってるからね、背中に大きくパタゴニアって入ってるじゃないですか。だからやっぱ子供っぽく見えるというか、ちょっとカジュアル要素があるからね、まあちょっと大人な雰囲気には合わへんねんけど、今ちょうどキャンプブームとかね、キャンピングブームとかね、そのアウトドアブームっていうところにぴったり時代が合ってるからね、まあ、そういうのをやったらねパッて着るだけでその雰囲気っぽく出せるからね、なるほどなということで、こちらが7位ということになっておりました。だいたい大阪市内とか歩いたら一人はいてるんちゃいます、パタゴニアのロゴ T 着てる人。それぐらいあれはまあ不動のやつなんでね、ランクインしておりましたということになってます。では次な6位に行きたいなと思います。では視聴者さんが選ぶ買ってよかったもの第6位というのがマンティス2になってます。マンティス2出ましたよね。これね僕の視聴者さんめちゃくちゃ購入されてる方多くて、男性の方だけじゃなくて、実は奥さんと兼用してるんですとか、彼女のためにプレゼントしましたとか言ってね、女性も使ってますよっていうのをね直接お声いただいたりとかして、なるほどなと。確かにちょっと綺麗めな雰囲気でもモテるし、その中にちょっとカジュアル要素もあったりするからね、女性も持ちやすいんだななんて言ったりしてるので、マンティス系列のやつ、マンティス2とか、マンティス26の時にね、いつも卑猥なこと言ってたんですよね。申し訳ございませんと。女性の方が見てるんやったらもう今後一切言いませんので、そういう言わんことは言わんようにしようとは思ってるんですけど、まあこれが何のこと言ってるかわからへんという方はですね、マンティスの前に O をつけてあげてください。それだけで上品になるんかと思ったらちょっと下ネタっぽくなるということでね、僕いつも散々言ってたんですけど、女性の方見てるからそんな言うとあかんからね、もう言いませんよってことなんですが、あれが一番いいところってやっぱスマホをね、こうパッと入れるやつだと思うんですよ。わざわざジップ開けてね、スマホ入れるとかじゃなくて、もうほんまにこう、スマホ専用のポケットがあるから、そこにスパーンとこう掘り込めると。で、次出す時もスパーンとこう取れるっていうところが、あれめちゃくちゃいいと思うんですよね。で、僕もね、愛用してるし、嫁も愛用してたりするっていうことなんですが、やっぱりこう、ちょっと大人っぽい服装する時なんかは合わせづらいんですよ。で、僕、革のやつなんかないかなと思って、同じような感じでスマホポーンって入れるレザーのやつないかなと思って調べたりしたら、やっぱなかったからね、ほなもう作っちゃおうということでね、僕作らせてもらったんで、まだね、動画は出してないと思うんですけど、近々、マンティス2のレザーバージョンというか、もうちょっとこう大人っぽく、大人っぽい感じなんだけど、ちゃんとスマホも収納できるね、部分があるレザーのボディバッグを作りましたんで、またそれはね、楽しみにしておいていただければいいかななんて思いますので、ちょっと宣伝を入れさせてもらいましたというのが第6位になってますね。では次、第5位というのがですね、テバのサンダル。
これもね、実はユニセックスなんですよね。男女とも履けて、別にレディース用とかメンズ用とかじゃなくて、サイズが23ぐらいからあるんかな。でそれこそ大きなやつは29とかぐらいまであったと思うんですけど、ほんまに自分のサイズを選べるんでね、カップルで履くこともできるし、なおかつ、ベックで履くこともできると。ほんで恋仲の相手と履くこともできたりとかするってことでね、結構一緒に履いてるんやけども、そんなに存在感ないというかね、スポーツサンダルからパッと足元ってそんなにフューチャーせんし、真っ赤な靴とかやったら見るけども、真っ黒の靴ね、カップルで履いてるなと思っても、そんなにあんま気にすることじゃないから、一緒にちょっとおそろコーデしようよなんていうのもできたりするっていうのと、あと並行輸入でね、ネットで買った場合は半額か3分の2ぐらいで買えるんですよね。だからもともと定価って多分8000か9000ぐらい正規店やったらかかるんですけど、ネットやったらね5、6000で買えるっていうことで、3分の1ぐらい安なってるのか。僕はね並行輸入のネットで買ってるんですけどね、5、6000で確か買ったと思いますが、全然問題なく履けてるということで、これも僕の視聴者さんね、ポップアップした時に履いてはる方多かったですね。手羽履いてるんですねって、しかも女性の方が多かったかな。奥さんとか彼女さんが来会った時にパッて見たら、手羽履いてるんですねっていうの結構多かったりするんで、これは男女とも人気ですよねなんていうことになってるので、これ結構意外と奥さんと一緒に見てはるとか、テレビ通して見てはるっていう方もいらっしゃるんで、あんまりいらんことちょっと言わんとこかなと。特に下ネタの方はね、あとちょっとこれもうテレビから大きい声で下ネタ言ってたらちょっとあかんなと思ったんでね、遠慮していきたいなと思います。では次、第4位に行きたいなと思います。では第4位というのがですね、これ意外やって、バギーズナチュラル。確かに良かったんですけどね、こんな皆さんが買って良かったものにランクインするとはまさか思わなかったんですが、バギーズナチュラルがランクインしました。これはね、バギーズショーツって有名なショーツがあって、これ後々もランキングしてくるんですよ。このトップ3の中のどれかに入ってくるんですけど、バギーズショーツっていう名作があるんですけどね、それのどっちかって言ったらちょっと部屋着バージョンというか、もうちょっと履きやすい感じ、涼しい感じのショーツなんですよね。これは水陸両用ではないんですけど、もう濡れちゃったらダメなんですけどね、濡れちゃったらダメっていうか、普通の服やから濡れるようには作られてないんですけど、ちょっと楽に履きたいななんていう方はね、いいんかなというところで、そういうところで多分ランキング上位に来たのかなと思います。それとかあれですよね、バギーズショーツはいっぱい持ってるから、ちょっと違う感じで持ちたいっていう方なんかが、もしかしたらバギーズナチュラルを購入されたんかもしれんけども、意外とね、いい履き心地やからね、あ、いいなっていう方も多かったんやなっていうところになっております。では次はね、第3位に行きたいなと思います。第3位はね、僕ちょっと言うの恥ずかしいんですけども、こちらになっております。拓造が作った T シャツということで、こちらジャパンメイド屋というブランド名でやらせてもらってるんですけども、もう日本メイドインジャパンのものしか扱わないというコンセプトでね、僕が一から作ってるっていう T シャツなんですけど、これもあんまり宣伝していやらしいじゃないですか、言ってたら宣伝っぽくなるじゃないですか、嫌なんですけどね、結構評いただいたということで、本当ありがとうございますということで、ほんまに購入された方がね、めちゃくちゃいいですって言ってくれるんですけど、そうですかって言って、そんなんいいですかって言ったりするんですけど、めちゃくちゃ着心地いいですとか言ってくれたりするから、ありがとうございますって言って、実はロンティーも作ってますなんて言ったりしてるんですけどね、あんまり自慢っぽくなっちゃうから、方がいいとは思うんですけども、ある方なんかはね、男性の方なんですけど、あまりにも白の XL で着ててよかったから、ちょっと奥さんにも買いたいということでね、奥さん用として購入されたりするけど、本当ありがとうございますって、そんないいですかって言って、もういいんやったらどんどん SNS で言っといてくださいよなんて思ったりするんですけども、そんなことで僕の T シャツがランクインしてましたっていうのが第3位になってますね。では次、第2位に行きたいなと思います。第2位がバギーズショーツ、そしてロングになってます。これはもう一色だにガッて引っ付けちゃったんですけど、バギーズロングショーツは不動の人気ですよね。ただ今年ね、僕自身もあんまり履く機会がなかった、この夏通じて1回か2回ぐらいしか履いてへんのかな。だから僕としてはあんまり感想なかったりするんですけども、でも昔から出てるぐらいね、もう不動の人気のパンツやから、買って間違いないというかね、これ買って文句言う人ってあんまおらんかなと思ったりしますので、それでね、第2位になったんかなと思います。ってことはですよ、第1位はあれなんですよねということで、ちょっと第2位ちょっと短かったですけど、すいませんね、僕もあんまり履いてなかったから、ちょっと記憶思い出ないからね、お許しくださいということで、次第1位がこちらです。バーサタイルショーツ、これは確かに良かったですよね。僕自身も今年一番履いてたのがこのバーサタイルショーツなんですよ。で、いっちゃん履いてたらどれぐらい履いてたと、7月8月夏の2ヶ月のうちどれぐらい履いてたんか、お前はどれぐらい履いてたのと言われるとですね、僕はもうほぼ毎日履いてたということで、50回以上履いてたと思います。60日あるうちの50日は履いてたって言っても過言じゃない、もっと履いてたかもしれんっていうぐらい履いてたんで、めっちゃくちゃ履いてたでっていうことなんですが、実はね、そんなこと言いながら今も履いてるんですね。おい履いてるんかって、今も履いてるんかいって感じなんですけども、今も実は履いてるんですよねなんて言ってます。これのいいところはね、
倒的な軽さ、そしてもうインナーが入ってへんからやっぱ涼しいんですよね。で僕はこれ今 XL 履いてて、あともう一個 L サイズがあるんですけど、もう去年はね M サイズ履いてたんですけど、ちょっと太ったから履かれへんくなったっていう話はまあまあずっとしてるんですけどね、この M サイズが実は今嫁履いてるんですよね。で嫁的にも、まあ、M ぐらいでゆったりしてる感じでちょうどええわ言うてね、まあ、ウエストとかは余裕あるんですけど、これも女性と一緒に履けるのねと。で確かねバーサタイルは女性用出てたんかな、あったような気するんですけどね。だから僕はメンズ用を買ってるんですけど、まあ、なんかねメンズの M とかでも全然女性履いたりできるらしいんで、まあ、そういった感じで僕ら夫婦はねほぼほぼまあまあ結構頻繁にあの2人ともバーサタイルを履いてるってことがあったりするので、僕らもわかるし、あ視聴者さんも多分そうやってんなっていうことで、このバーサタイルショーツが、見事ナンバーワンということになっておりました。はい、ということでね、まあ、皆さんからいろいろアンケートをお答えいただいて本当にありがとうございます。やっぱり上位パーって見てたらね、やっぱショーツが多かったじゃないですか。だから今年の夏は結構ショーツを皆さん買いはったんかなと。で、まあ、特に出かけることでも難しかったから、まあ、せめてショーツでね、まあ、部屋着にもなるしちょうどいいやんっていうことで、まあ、購入されたっていう、いかにもこのコロナの時代をね物語った感じかなとは思うんですが、まあ、次ね来年とかやったらまた全然違うアイテムもっとバンバン外出たりしたら、それこそサンダルとかになるかもしれへんし、いや帽子ってなるかもしれへんしね、まあ、そこは分からないんですけども、また評判が良ければこれも視聴者さんの買って良かったものっていうのもね、まあ、シーズンに1回ぐらい、ワンシーズンに1回ぐらい、例えば夏はこれ、秋はこれ、冬はこれみたいな感じでできたらなとは思っておりますので、まあ、今回はご協力ありがとうございましたということになってます。というのが本日からですね、視聴者さんが買って良かったものトップ7をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。